カザハヤ、カザハヤは日本海軍の運送艦。艦名は伊豆大島北端のカザハヤによる。1943年昭和18年にトラック沖で戦没した。高速給油艦として計画されていた検査機型給油艦が建造途中に潜水母艦に変更されたため、その代わりとして1941年昭和16年度の丸級計画で4隻の 艦隊随範用の大型給油艦が計画された。その第一艦である、火傷第304号艦は、風早と名付けられた。巡航後は、重油輸送に従事するも、潜水艦の来撃により、巡航を6ヶ月ほどで潜没した。同計艦4隻のうち1隻は、航空機搭載に計画変更、残り2隻は計画中止となったので、当初の計画通りに巡航したのは、 風早1一隻のみとなった。船体は計画のみに終わった、低新章標準セントルコリラ型タンカーをベースにして、艦隊随伴の給油艦として、縦 A、横 A の他に、車 A、逆 A による、洋上給油のできること、重油以外の補給物件の搭載の要求もあり、以下のような変更がされた。艦隊随伴給油艦としての特有の設備は、 後部マストを三脚として、洋上給油のためのデリックを設けた。さらに、環境の前後に、それぞれ一体のツインポストを設け、同じくカ管の、吊り上げようとした。また縦永給油用設備として、左業によりに、全通のカ管通路を設け、乾板作業の瓶を測るために上乾板にブルワークを、設けずハンドレールとしている。船体中央部は、 基本的に補給用の重油タンクとなるが、最前部量源を軽出油タンクとし、その構造は空母のそれと同じにした。そのタンクの中央側区画にはガソリンポンプ室と補給用真水タンクを設置した。要求として潜水艦用ディーゼルエンジンの燃料となる二号重油の搭載もあり、中心線のタンクをそれに当て、給油ポンプ一台をその専用とした。 それと同時に潜水艦への加電もできるようになっており、それ以外に補給関係として、小艦艇への糧食と真水の補給ができた。機関は、低新章標準線トルコリラ型タンカーに搭載予定だったものをそのまま搭載している。計画速力は16.5ノットであるが、公やの条件が、民間の試験より排水量の重い状態であり、 小戦としては19ノットに相当するものだった。対空装備は計画の途中で、広角方向形の増大、連装化と強化の要求があったが、12センチメートル、単装広角方を干渉に1門、艦尾に2門設置することで妥協した。また25立方ミリメートル連装機銃を環境両側に設置した。1941年9月30日に、 ハリマ船戦所で寄港したカザハヤは、1942年9月25日に、カザハヤと命名され、同日に、特務艦類別等級別表に、カザハヤ型の一番艦として記載された。1943年1月20日浸水、3月31日、春工、横須賀鎮守述席となり、連合艦隊付属に編入される。4月7日に、横須賀を出港し、 パレンバン、ボルネオ方面とトラック、ラバウル間で、重油輸送に従事する。5月7日には、駆逐艦両月の出迎えを受けて、トラックに入港。7月27日未明、の時点で、アメリカ潜水艦スキャンプの来撃により、魚雷一本が命中して損傷した。トラックで、応急修理の上、8月5日に、火客船、白山丸、日本優船、 一万三百八十トン、護衛の水雷艇大鳥と四千八百五船団を構成して出港。八月十二日に横須賀に到着後、張馬造船所に開港されて本修理が行われた。修理完了後の九月三十日夜、文後水道を出撃してトラックに向かう。北緯十九度線付近まで駆逐艦春風の護衛を受けるが、囲碁単独行動となる。 だが10月6日未明の地点でアメリカ潜水艦スティールヘッドに発見された。2時36分、スティールヘッドが魚雷を4本発射しうち2本が命中して1本は命中したもの不発だった。スティールヘッドは爆雷攻撃を受けて一旦退避し、再び潜望鏡深度に戻って観測すると目標から油が流出しているのを確認。 スティールヘッドは近在にいたティノサに、以後の攻撃を託して戦場から去っていった。魚雷が命中したものの自力航行は可能であり、トラックからは、軽巡洋艦イスズと駆逐艦開封、初風が現場に差し向けられた。ティノサも昼頃に戦場に到着して、魚雷を6本発射し、3本が命中するに及んで、さらなる救援を講うた。前を取った後18時18分に、 艦尾発射管から魚雷を4本発射し2本が命中した。艦発入れず艦首発射管から2本発射したものの、これは命中しなかった。風早の浸水は、ますますひどくなり、全部から徐々に沈下していった。重要書類処分の上、18時30分に沈没した。上院の内特務官長勤マスギフ大災課154名が、海風に、 98名が初風に救助されたほか、カッター1隻が椅子図に収容された。同年12月1日に除籍された。昭和16年度のマルキュー計画の4隻は、本艦と途中で、計画変更となった、即急、早水、第306号艦の2隻が竣工した。残りの2隻は、建造取り留めとなったが、予定艦名は、半崎、から崎。 第305号館、E、稲取、稲取、第307号艦だった。1942年の改め丸5計画でさらに7隻、計画されたが、すべて建造取り留めとなった。予定艦名は、元来、カリコ、第5381号艦、釣りがかり、釣り掛け、第5382号二号艦雲見雲見第5383号館、カミシュ、 カミス、第5384号館。公衆、公衆、第5385号館。チンタオ、生徒、第5386号館。ノマ、ノマ、第5387号館。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。